皆さんこんにちは。スイス在住5人家族のママです。海外生活していると両親や家族と会いたい時に会えないというのがとても辛いことの一つなんですけど、いくつになっても日本では両親に頼ってばかりになってしまいます。今回はスイスに戻る前に両親へプレゼントしつつ、子供たちにも最後にいろんな日本食を試してもらったら、初めて食べる日本食にハマっていたので、その時の様子をお届けいたします。もしよければ最後までお付き合いいただけると嬉しいです。皆さんおはようございます。すいません、ちょっと今まだ寝起きで、みんなまだ寝ているので小声なんですけど、実は今日は日本最後の日で、もう少ししたら朝ごはんを食べて家を出ないといけないんですけど、いつも日本にいる間は朝ごはんだけお家で食べて、あとは観光したりお出かけしたりすることが多いので外食することが多かったんですけど、いつもね、母がここにいる間は甘えなさいっていうことで、母がいつも準備してくれていました。ありがとう、本当にありがとう。それで今日はもう本当に最後ここで朝ごはんを食べていくんですけど、本当にね、最後の日ってことで、今回は私が作るんじゃなくて日本だからこそできるもので、実はちょっとね、前々からお父さんとお母さんにこういうのプレゼントしたいなと思っていたものなので、一回みんなで食べてみて美味しいかなっていうのを見ていきたいと思います。はい、ということで、すごく簡単なんですけど、ちょっと準備していきたいと思います。スイスでも家事育児に追われて手を抜きたい時はたくさんあるんですけど、スイスの外食は高くてなかなかできず、出前なども日本ほど種類がないので、今回はそんな主婦のあったらいいなと思う三つ星ファームさんを試してみます。とにかくメニューの種類が豊富です。私の両親は昔からレストラン経営をしているので、朝早くから夜遅くまで働いていて、お店が終わると疲れ果てているので、夕食はちょっと心配なんですけど、夜遅くスーパーやコンビニのお惣菜などで済ませています。国際結婚し離れて暮らしているので、両親のお誕生日や父母の日にはネットで注文できるグルメ商品をよくプレゼントします。私が今回この三つ星ファームさんを選んだ理由は、一流シェフが監修しているので原材料や製造過程にかなりこだわっているそうです。もう一つ、家族の健康を思うママたちにとって嬉しいのが、三つ星ファームは全メニュー管理栄養士さんが監修しているそうです。お弁当みたいでしょ。これ見えたでしょ。ご飯どこから食べようか。ハンバーガー。いや、待っててハンバーガー。これは何？クロケン。クロケン。これちょっとだけ食べて。ちょっと食べてね。おいしい。早く準備していかないとダメだからね。この美味しい？うん。唐揚げみたい。美味しい。ちょっと唐揚げとちょっと違う。食べた？私は塩味しい。これやってこれ欲しい。もう一個もっと欲しい。美味しい。ひらがさしあたみたい。マミ、これあるんだけど、また後でお弁当食べるかもしれない。マミ、これから揚げの味。ハンバーガー食べたい。ハンバーガー楽しみしてる。これも美味しいでしょ。これは本当はマミが作ったんじゃないけど、もうできてるやつをお弁当みたいにそうやって持ってきてくれるから、温かくして食べたりとかね。
マミが忙しい時とか、ご飯作れない時とか、こんなあったらいいね。シーシーでもこんなのあったらいい。そしたらマミが作ったらいい。マミが忙しかったら、マミ忙しかったらハイジが作ったらいいって。ハイジ、いつもマミが作ってくれてくるでしょ。でもだから今日はマミが準備しようと思って。でもあんまり時間ないかな。おいしい？これちょっと大丈夫かな。卵、今まで作ったことないと思う。マミが、マミが作る。これも日本のかぼちゃ。あ、マミ卵パス全部食べちゃった。みんなにあげたからね。そうですね、柔らかいの、すき焼きみたいな。よし、肉も食べてみた。ハンバーガー、ハンバーガー腕についてついてた。おいしい。何か、おいしいのね。すき焼き好きだもんね。これ焼きの味。なんかサーモンだった。食べてみたい。うん、初サーモン。ごちそうさまでした。いっぱい食べたね。お皿とかになったらいいの。おいしい。めっちゃ美味しい。これ冷凍やで。冷凍、冷凍に見える？パパ全然見えないよ。ママもよく弁当買って食べたりするけど、美味しい。これ味がものすごいしっかり染み込んで、これ食べ過ぎてる。パパも食べると思う。多分パパは美味しいと思う。めっちゃ楽しかった。パパは毎回言ってた。いいね、カレー。うん。そうやろ。前カレープレゼントしたからね。うん。いつも店終わって遅いから。それから買い物行ったりできへんもんな。これは？食べよ。アンマは？アンマ食べ、アンマ食べ。アンマ食べた。でも味が結構しっかりしてて美味しかったよ。いいな。やっぱ朝日ビール。朝ごはんあんま食べへんからな。でも6時半まで食べといた。お弁当っていう感じやね。うんうんうん、優しい味やな。ピクニックに行って、あのスイスのあの風景のところで食べてる兵の作った弁当みたい。食べたことないや。あれ雰囲気でわかるよ。そうか。いやなんかさ、うん、前カレープレゼントしたやん。うん、あれ美味しかったね。あれ美味しかった。あれはね、コクがある。あれ、これは、これはね冷凍なんやけど。冷凍なの、うん、冷凍の感じしないな。肉もいい、柔らかさ、どうでしょう。優しい味、わからんかな。優しいね。優しい言ったら、濃いとか嘘じゃないね。そうだ、うん、ものすごいふんわりして、あのあれ、わかりにくいけど、口の中でほんわか包んでくれる。冷凍もんも捨てたもんじゃないな。いつもあれやろ、うん、あのお店終わって、うん、スーパー行くこと多いやん。そう、スーパーばっかり。スーパーかコンビニ、コンビニ半分、スーパー半分。そこで冷凍食品なんか買ったことない。レトルトは買ったけど、おんまがいないときはあの惣菜コーナーで買ったことあるわ。これ3つ全部味違うけど優しい味や。
大丈夫。うん、つまみもいいよ。よかった。おいしい。こうやってな、なんか頼めるらしいメニューいっぱいある。だからなんか一人暮らしの人とかさ、忙しいお母さんとか、うん、いいやなと思って。でもオンマいてるけどいない時とかね。でもやっぱりオンマの方が美味しいよ。オンマの方が美味しいやん。オンマの方が美味しい。いろいろあるね。でこういうのスイスにあったら助かるなと思いながらね。うん。これ何でも冷凍ですぐ食べられるやな、うん、しかもカロリーとか書いてあるし、うん、うん、いっぱいあるやん。なんか一人暮らしとかしちゃったらさ、うん、なんか迷うやん、量とかもさ、買い物行っても。そうそう、いやとにかく面倒やん、うん、献立考えるの。ここで食べたいの選んだらいいだけやからな。やっぱこのチーズドッグとかチーズステーキサンド、これも一緒やな、うん、やっぱ一人の時ちょっといいと思うよこれ、うん、あのビールのあてにね、ちょっとバランスもいいけど、やっぱりやっぱうまい。いや一人の時にうまいない時、一人の時に買ってくるよりこっち来てこっち来てってうん、おいしい。パパの仕事上がりに到着して、これから帰って夕食なんですけど、子供たちは飛行機の中で2時間ほどしか寝てくれず、とても疲れているので、こんな時は特に三つ星ファームさんのような常備品があれば助かるのにな、と思います。
だけどこの日はパパがきっと疲れてるだろうと夕食を担当してくれました。パピのご飯久しぶりだね。ダンケパピー。どうしてフランチのナスティクセルのガスマッシュシーJapan und das gibt es in Thailand. Mit der ganzen Frucht? Und das Smolgenasse von der Halmi in Korea. Halmi macht immer feines Zeug, ha? Na, lecker Wein. Nihon, der war? Udon? Halmi. Halmi, das geht. Sind da auch im Schoko-Schoko-Restaurant? Das wollen wir immer sehen.今回私は両親へ三つ星ファームさんをプレゼントしたんですけど、家事育児に追われると手を抜きたくなる日もあるのが主婦の現実です。今回は私の動画をご覧のそんな視聴者様のために三つ星ファームさんからコラボセットをご用意いただけることになりました。今回私が選んだ14セットが初回 51% オフ、1食あたり587円になっているそうです。コラボセットは期間限定となっているので11月11日12時までとなっています。今回コラボセットを注文してくださった方限定で、2回目以降もお得にずっと 39% オフとなっているそうです。興味のある方は概要欄で詳細をご確認ください。